おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。本日はチョコラ趣向を変えて冷凍テクニックを、皆様にお話しさせていただこうかと思います。冷凍保存ということでございますね。冷凍保存。一人暮らしにおいて冷凍保存ってめちゃめちゃ大事なファクターになるんですけれども、なんかこうね、冷凍保存を制する者は一人暮らしを制すなんてね、皆様も、まあ、2回、3回ぐらいはね、そんな言葉は聞いたことがあると思うんですが、そのぐらいもとっても大事なファクターでございます。私のひいじいちゃんもそんな、まあ、そんな感じでございます。作業に入りましょう。細かいことをいろいろ作業しながらお話しさせていただきます。さっきスーパーに行ったらね、こんな感じで、ひき肉と豚肉は安かったんで、まとめて買ってきてしまいました。ひき肉69円ですよ、69円。で、こっちは企業同士89円。わおって感じですよね。こんなでかくて500円しない。ああ、こいつはお得ということで、買ってきたんですけれども、今日全く使えません。全部これ冷凍します。で、どんな感じで冷凍していくのかといいますと、ちょっと作業しながらお話をさせていただきましょう。まあ、何かしらこうまな板とかに、ね、その平らいものを用意していただいて、ここにラップを敷いて、お肉とかを突っ込んでいきます。で、 できるだけその、ね、お肉とかに直接触りたくないので、まあ、お箸とか、僕のおすすめはトングなんですけれども、トングとか用意しておくと、良いかと思います。ちょっと豚肉からいきましょうか。同じように、鶏肉とか肉全般的にその全く同じ方法で冷凍することができるので、覚えておいてくださいませ。味付けの、なんかこのプルコギとかカルビとか、なんかニンニク、醤油、なんたらかんたら漬けとかって、なんかそういう味付け肉とかもあったりするじゃないですか。そういうお肉でも全部同じです。で、牛肉でも、バラ肉でも、スライスでも、何でも一緒。ぜひ覚えておいてくださいませ。まあ、今回、細切れこんな感じで用意をしました。で、この上に、シティの。で、この上にお肉を引いて巻いていきます。で、大体なんかね、そのね、そうだな、まあ人によってまあいろいろね、量は変わると思うんですけども、まあ焼きそば1食分くらいかなぐらいが一番使いやすいと思います。まあ皆さんがね、そのぐらいの量を保存するのかは、ちょっとまあそれは任せますが、僕のおすすめとしては、まあ焼きそば1食作るとしたら、このぐらいの豚肉あれば十分かなぐらいです。で、こんな感じで引いたならば、まず下を返して、上を返します。で、このときにちょっとね、少しこのピシッとやると、ピシッと、わかります?この親指で、この下の方を押さえながら、ちょっくらこうピチッと巻いてあげるわけなんですよ。で、左側を畳んであげて、右を持ちます。で、このときに、ちょっとね、このね、隙間をなくしてあげるんです。ある程度支えて置いてあげて、スッと。勢いをつけてあげて、肉をこのね、敷き詰めてあげるわけですね。で、ある程度敷き詰めたら、右手でまたこんな感じでグググッと肉を押してあげて、この長い方、手元みたいなのを巻いて、完成。こんな感じです。で、100円ショップとかにね、こういう角パッド売ってると思いますので、こういうのに並べて保存してあげると、良いかと思います。もう一回やってみましょうか。バスー。でかっでかっ、これでかっ、マジでこんなでかい切り落としあります？初めて見た。でかっ、私切り落としっちゃ切り落としたけど、でかすぎやろ。まあこんな感じで、のっけました。で、下を返す。で、押さえながら上を返す。はい、ほい。で、こっちは畳んで、ほいほいほい。で、くるっと巻いて、こんな感じです。これ何をしてるかっていうと、その空気を抜いてるんですよ。空気を抜く。ね、冷凍焼けっていうことが聞いたことあると思うんですけど、わかりますか、冷凍焼け。冷凍保存しててもね、そのね、お肉とかね、食材っていうのはね、乾燥しちゃうんです。乾燥。で、乾燥ってその、まあ、具体的にどういう状態かっていうと、その水分がなくなっちゃう状態じゃないですか。今この見た目じゃみずみずしいお肉がありますよね。これもちろんたっぷり水分を含んでるわけなんです。で、その水分がなくなって乾燥してしまうと、そのお肉の中に空洞ができてしまうんですね。空洞が。
って空洞ができてしまうということは、もちろんその中にその、ね、酸素が入ってしまうわけですけれども、空気が入ってしまうわけなんですけれども、それで何が起こるかというと、酸化してしまうんです。酸化。で、結果的に、どういうふうになっているかというと、別にその食べて、ね、その死ぬとかそういうわけではないんですけれども、害があるとかお腹が痛いとかそういうわけではないんですけれども、単純においしくなくなっちゃうんです。酸味が出ちゃったりとか、あと食感が悪くなったりとかして、酸化してしまう、そしてつまり冷凍焼けをしてしまうです。なので、その空気ができるだけ入らないように敷き詰めてるんです。おにぎりを作るかのごとく、あれ、おいしくなれ、おいしくなれとおにぎりを作るかのごとく、こんな感じで隙間を敷き詰めて、やってるわけなんです。この空気を、ね、入れないというのは、これでもどんな食材でも全部共通です。お肉じゃなくても共通です。もう例えば、そうだな、なんかじゃがいもとか、タケノコとか、まあ、何でもかんでも、僕は基本的に冷凍してしまうんですけれども、全部共通です。はい、下を持っていって、上を持っていって、で、できるだけその空気を抜くように。ほい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 。こんな感じです。あ、めっちゃピッチリなっているのがわかりますでしょうか。これがその冷凍の。まず基本ですね。で、さっきこの100円ショップとかにこういうクックパッドがあるので買ってきてくださいなんて言ってたんですけども、こういうアルミ製のものに入れて、冷凍庫に入れた方が早めに冷凍できるのでおすすめです。なんて言うんだろう。さっきも言った通り、この中にその水分が入ってるわけじゃないですか。で、マイナス何十度とかで、ね、その冷やされていくと、もちろんその凍っていくわけなんですけども、まずその水分が先に凍っていくんですよ。で、皆さん、そうだな、なんかこのね、化学の授業とかで習ったと思うんですけれども、氷になるとその質量が増えてしまうんですよね。質量が増えるって言い方っていうのかな。例えばそのね、タッパーの中にお水入りますよね。で、これ冷凍庫に入れると、なんか凍った時にその真ん中がぷっくり、膨らんでるのか分かると思うんですけども、そういうの想像できますでしょうか。それなんでかっていうと、その氷の結晶粒が大きいからなんです。で、お肉の中に水分入ってますよね。で、これがその凍ってしまって、その水分が氷になったら何が起こるかっていうと、そのお肉の細胞が我慢できなくて壊れちゃうんですよ。お肉の中に水分が入ってますよ。でもその水分が大きくなってしまって、うわわわわ、なんだこれ、なんだこれっつって、繊維が壊れてしまう。で、つまりそれが何が起こるかっていうと、さっき言ったその冷凍焼けの原因になってしまうので、できるだけ早く冷凍させてしまいたいんです。時間をかけずに。市販の冷凍食品ってことはね、その同じ冷凍でもあんだけおいしくできるのは、その急速冷凍という技術が。あるからなんです。で、本当は急速冷凍を、とってもしたいんですけれども、一般家庭ではさすがにそれはかなり難しいので、まあ、こんな感じで、ね、工夫をしながら、冷凍すると良いかなという感じです。で、これで今、お肉は OK。次はひき肉の方に行きましょう。ひき肉。で、ひき肉の方もあんま変わらないんですけど、ね、平べったくするのがね、ちょっとコツです。平べったくする。ちょっと一回行きますね。ひき肉はできるだけ平べったい形にして冷凍してあげる。で、空気を抜くというのはもちろん共通です。やってみましょう。僕はひき肉の場合はトングではなくて、こういうターナーを使います。どのぐらいだろう。まあ、こんなもんかな。一回ちょっとこう切ります。で、この4ブロックぐらいですかね。で、これを、この上にポンと出して、巻いていきます。ほい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 。あ、やっぱ方向、こっちもよかったな。ちょっと修正。こっちもですね。で、ここで少しこのね、潰します。平らにならすわけですね。で、さっきと同じように下を持っていって、上を持ってきて、ここでも少し潰します。空気を抜く意味です。空気を抜く意味です。で、同じように左側を持ってきて、右側を持ってきたりして、またこの空気を抜いて、空気を抜いて、空気を抜いて、で、トマトを。巻いて、空気を抜いて、完成。こんな感じで平べったい形で保存しておくと良いかと思います。なんでかっていうと、これ分厚い状態にすると解凍しにくく
なるんですよ。解凍しにくくなる。あのね、ひき肉使いたいなと思って、ね、その前の日の晩にその冷蔵庫の中に入れといたとしても、そのね、分厚いと、やっぱりその、ね、解凍に時間がかかってしまうので、なんていうんだろう、その温度が上がるのに時間がかかってしまうので、できるだけ平べったい形で保存しておくことをとてもお勧めします。平べったい形。で、残りも同じような感じで、やっていきましょう。ついで、場合によってはね、その一回調理して、なんかこのひき肉を炒めて、なんか玉ねぎとかと、ね、一緒にこの炒め合わせて、塩コショウだけして、平べったくして冷凍しておいてもいいかもしれません。大体、ひき肉とかってね、その玉ねぎと炒め合わせて使うことがすごく多いので、そんな感じにして冷凍しておけばね、あのハンバーグとか作るときも楽しんですし、何か肉詰めとか作るときも楽しんですし、なんかオムレツの中のね、あの肉だねとして使ってもいいですし、チャーハンの肉だねとして使ってもいいですし、そんな方法も、良いかと思います。いい感じです、いい感じです。ひき肉。まあね、すごいよく使う肉ですよね、ひき肉。ミンチ。考えてみれば、すごいですよね、このいろんなお肉をね、そんなこんな、コッパみじんにされてしまって。豚さんとか牛さんとか、ほんまにいつもいつもって感じですよね。美味しくいただいております。美味しくいただいております。で、まあ、その、なんていうんだろうな、その命をいただいているって言うんですかね。その、我々人間はとてつもなくわがままな生き物でございますよね。こうやってね、一つ一つの命をですね、いただいて、私たちは生きているわけですからね、本当に感謝をしながら食べなければいけませんよね。で、まあ、その感謝の一つとしてね、その美味しく食べるというのもね、その、ね、感謝の一つですからね。ちゃんといただくからには、美味しい形で、食べてあげるというか、食べていただくといいますか、食べてあげるというのはちょっと適切じゃないですね。いただくと、美味しくいただく、美味しく調理をしていただくというのも我々の使命ですからね。冷凍の仕方とかも、ね、気を使って、和田さん、牛さんに敬意を表しながら、後日、美味しくいただきます。いつもありがとうございます。感謝をしながら。冷凍するといいかと思います。鳥さんとかね、魚さんとかね、まあ、野菜もね、まあ、なんか生きてるわけですからね、私たちもね。そうですよね、生きてるんですよね、あの人たちね、本当ね、なんかここにさ、ニンニクがあるんですけども、まあ別にそのね、あの別にそんな特別すごいことでもないですけどもさ、なんかこの買ってきたときはこんな芽が出てないわけなんですよ。で今こうね、買ってきて、1週間経ってない、いや、1週間か、ちょうど1週間ぐらいなんですけども、目がめちゃめちゃニキンって出てきてるんですよ。なんかこれを見ると、ああ、この人たちも、ね、こんな、ね、こんなくしゃくしゃにされてしまってるけどね、こんな感じでも生きてるんだなって思うと、なんかすごい感慨深い感じですよね、本当にね。生きるって何だろうかと、食って何だろうかと、まあ、食というのはまあ単純にその命を奪うことですよね。何かを食べて、命を奪っていくんです。普通にこうね、調理されてるお肉とかだとね、その動物の形とか、ね、牛さんのどの部分がね、あのどうなってこうなったのかが分からないからね、あんまりこの動物って感じはしないですけれども、もともとはね、あのちゃんと目つって、目は牛だ、牛じゃ、牛じゃね、目は羊だ、もうつって、カウカウ言った人たちがね、こんな姿になってしまったわけですからね、なんとも感慨深い話でございます。空気を抜いて、美味しく。はい、こんな感じ。で、これで、冷凍庫に突っ込むと良いっていう感じですかね。これがまあその冷凍の保存の基本って感じです。空気を抜く。で、できるだけそのピッチリピッチリ、密閉をした状態にしてっていう感じになります。で、使うときは、別にレンジでチンとかしてもいいんですけれども、もし冷凍した状態でこのお肉使いたいなと思ったらするじゃないですか。そしたら、この使いたいお肉を冷蔵庫の中に、ね、入れておいて、一晩寝かせるというか、一晩置くと、まあ、大体自然解凍されると思うので、そんな感じで使っていただければという感じです。ベストは、冷蔵庫の中に入れて自然解凍。これが一番おいしくいただけます。で、時点としては、室温解凍。ちょっと急いでいるときとかは、冷凍庫から取り出して、も室温でボンと置いておく。これがまあ第2。で、第3としては、レンチンですね。レンジで温める。レンジでやると、やっぱりその、ね、細胞がまた壊れてしまうんですよ。なんで、その結果的にその食感が悪くなったりとかね、うまみが逃げちゃったり、風味が損なわれたりとかしてしまうので、レンチンは、本当の最終手段って感じですね。ある程度ね、明日何作ろう、これどれ作ろうっていうのが決まっていれば、自然解凍、冷蔵庫で自然解凍できると一番良いかなと思います。はい。
んな感じで、冷凍についていろいろベラベラ喋ってみました。参考になりましたでしょうか。この冷凍保存の仕方、一人暮らしにおいてはとても重宝する技術でございますので、ぜひとも参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。じゃあね、バッハハイ。